始まってますか？なんか変だった。変でしたか？みんなも始めてくれなかったです配信。こんばんは。始まってた？よかった。なんかね、変だった。始めようと思ったらアプリがうまくいかなかったです。お待たせしました。どうもこんばんは。今日は皆さんにお知らせがあります。なんと本日の18時よりインスタグラムを開設いたしました。わー、インスタよろしくお願いします。今までメンバーの投稿を見れなくて話題についていけないことがしばしばあったのですが、これからは最先端をいけるように頑張りたいと思いますので、ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。インスタストーリーを上げたんですけど、なんかもういろんなとこタップしていろんなとこタップしまくって、なんかあるものを付け足して投稿してみましたが、ちゃんとリンクみたいな感じで飛べてるのかな、あれって。リンクみたいなやつも分かんなくて、ソラハさんに聞いて、これじゃないって言って、隣でえ、これじゃないとか言って、今日も最初の投稿をどうするって言って、どうしようって言ってね、ベンチに、公園のベンチに座ってずっと二人で、もう1時間ぐらいかな、ずっともう分かんない、これだって、これシェアするっていうのが投稿なのとか言って二人でやってた。だからもう風邪ひいた、絶対鼻水をダラダラ流しながら、鼻をすすりながら頑張って投稿しましたので、よかったら見てください。本当にもう難しすぎだわ。インスタおめでとう。ありがとうございます。ありがとう。カツオさんかな、合ってる？合ってない？タワーをいただいてしまった。解説おめでとうってこと？ありがとうございます。ありがとう。俺過去インスタグラム解説したよ。インスタではニキビは登場しませんので安心してご覧ください。一粒の麦虫さん、タワーありがとうございます。そんなをみんなダメだよ。私にタワーをくれるなんて、会社で宣伝してください。ありがとうございます。会社で宣伝してくれたら嬉しいな。道行く人々に、すれ違う人とかに宣伝してくれたら嬉しいな。こんばんは。タワー、びっくりタワー、驚き、インスタおめでとうだって。センスが良いね。なんか本当に何をどう上げたらいいか分からなくて、メンバーによって個性が出るものだからさ、難しいですね。いやー、ちょっとね、ですね、SNS の使い分けがね、難しいですね。個人ファンクラブと X とメールとインスタと公式ブログとね、しかも個人ファンクラブの中だけでブログとムービーとフォトとありますからね、また難しくなりますが、よかったら皆さんお付き合いください。よろしくお願いします。よろしく。フォローしました。ありがとう、フォローしてくれて。7人始めました。
7人ぐらいメンバーがインスタ始めたので、よかったら。そうなんだよね、普通にさ生活の何かが変わるわけじゃないから、そう、何を上げていこうか、とりあえず今までのね、ご飯とか服とかなんかそういうオフショットとかを上げていこうと思っております。インスタ開設お祝いで一人で飲んでました。そんな祝ってくれるの？そんな、そんなに祝ってくれるんですか？という理由をつけて飲んでるっていうだけじゃなくて、じゃないよね、きっと。違うよね。ちょっとタワーの絵描きます。タワーのお礼書いたら紙にあれ書くね、インスタの宣伝。おめでとう。いや難しい。あのさ、みんなに聞きたいことがあって、あのインスタ赤ちゃんだからなんかいろいろ教えてほしいんですけど、あのインスタグラムのさプロフィール欄の名前のなんか英語で書く文字をおしゃれのなんかピロピロピロみたいなフォントにするやつってどうやってやってるんですか、あれって。ピロピロピロみたいななんかおしゃれ文字にしたいんだけど、どうやってんのあれ。あのノイミーさんの蟹沢萌子さんのプロフィールとかのあの文字の感じがどうやってできてるんだ。さっきねフォローしようと思って見たらめっちゃおしゃれで、あ、コピーしてんのあれ。そうなんか。ネットで探したらいいんですね。私は今日はインスタの画像を、インスタの画像って四角なのか長方形なのかよく分かんなかったから、 Google でGoogle でね、インスタの画像のなんかサイズみたいなの調べてやったら、そのインスタのアプリにはそういうのないから自分でやりましょうみたいに出てきて、あ、そうなんだと思って、そうなんですねと思って、ちょっとね試行錯誤、もう全てが謎に包まれています。難しい。頑張ります。今日はやんちゃんが撮ってくれた写真をアップいたしました。何がいいか分かんなかったから、インスタやってるメンバーが撮ってくれた写真なら間違いないかなと思って、ヤンゴロが撮ってくれたやつにしたよ。ありがとう、いつも撮ってくれて。パセは人に写真をお願いできないタイプだから、ヤンみたいに撮るよって言ってくれると本当に本当に本当にありがたいです。インスタ、これからちょっと頑張ろうと思います。もともとは正方形でした。あ、変わったんですか？そう、正方形なのかと思ってさ、なんか一覧とかでよく見るのは正方形じゃないですか。だから正方形しか投稿できないと思って見たら違ったから、あれ？と思って調べたんです。そうなんだ、変わったんだ。よろしくお願いします。なんで自分にタグ付けをしてるかっていうと、自分のタグ付け一番を取りたくて、自分の写真に自分のタグをつけてみました。でもなんかよく分かってない、時間かかっちゃう投稿するのに。お、黄色のジャイアントコーン食べましたか？私も今日食べましたよ、さっき。お揃いだね。ありがとう。
おしゃれ文字来た。おしゃれ魔女ラブ&ベリー尾崎セリカ。これをコピーしたらいいんですか？できなかったです、できなかったです。ねえねえ、おしゃれ文字だらけ。でもこれコメント欄コピーできなかった、悔しい。あそこでできるんですか？ありがとう、シャポコって書いてる。そこでできるの？わかった、そこのサイトね、わかった、覚えとく、頑張って覚える。わーい、インスタの先輩たちがいっぱい教えてくれるぜ、ありがたい。あのね、今ね STU の公式アカウントで私とさこちゃんの写真がもらえるやつがやってるんですよ。ももちゃんが撮ってくれたオフショットがもらえるキャンペーンやってるから、よかったらインスタアカウントない人、よかったらぜひパセリと一緒に、パセリ今日から始めたから、今日から始めたらお揃いで、お揃い記念日なのでぜひ、でステイの公式になんかコメント、ハートコメントしたら画像もらえるらしいので、ぜひぜひ送ってください。よろしく、フォローしてくれてありがとう。頑張るね。沖さんにいいね、沖さんからいいね来ましたよ。なんかハートを押してくれてた、ハートくれてました、ストーリーに、ストーリーズ、沖さんから来てたよ。うん、難しい。え、期間限定の祇園パセリ麺があります。そうなの？知らなかった。そりゃ行かなきゃじゃないですか。期間限定、期間限定なんて言われたらもう行くしかないやん、さあやんじゃん。ありがたい情報。うん、今はタワーのお礼カキカキしております。ちょっとお待ちください、すいません。いやー、もう明日は何を投稿しよう。とりあえずしばらくはこういっぱい投稿してフォローしてくださる方を増やしたい気持ちです。だから拡散してくれたら嬉しい、嬉しいよ。いっぱいフォローしてもらおう。7人始めたからさ、なんかフォロワー数めっちゃ気になってしまって、一人だけ始めたら、いや今日から一人始めたばっかだからまだ大丈夫とか思うけど、7人同時に始めたもんだからなんか気になってしまって、ドキドキ。
メンバーのね初投稿を見返そうと思っていろんなメンバーの初投稿とかこうバーって見てたんですよ。そしたらもうマヒナさんのインスタがおしゃれすぎてもうびっくり。もうあれは真似しようと思ってもできないセンスだからもうおしゃれおしゃれで、ヤンちゃんの初投稿を見返したらさなんかあれだったご飯だったご飯だったけど多分違うよねそれ。そういろんなメンバーのね参考にした方がいいかなって。いや皆さんマジでもうおしゃれすぎておしゃれだった。同じ地域で生きてると思えない。もうなんかさセンスがさ光ってるよピカピカに。私もなんかさそういう唯一無二の感じでやりたいな。自分らしさを出してやっていきたいね。はい、インスタおめでとうさん、タワーありがとうございます。不慣れなんですけどこれからたくさん配信していくので見守ってくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。いつもありがとうございます名前のセンスも良いです。ありがとう。これからも STU48 よろしくお願いしますね。卒業メンバーね、推しメンちゃん、某推しメンさん卒業されたと思うのですが、よかったらこれからもよろしくお願いいたします。ポコリ、これはウサギ、クマ、ブタです。ありがとうございます。こんばんは。そしてもう一方、もう一方カキカキです。待ってね。今日はお花見に行ってきました。お花見リベンジしてきた。この前曇りだったので今日はねお花見に行ってねカヌレを食べたよ。カヌレあのくるくるとソラハさんが番組で考案したあの期間限定のカヌレを食べました。とっても美味しかったです。4つセットなんですよ。で広島の店舗限定なんですけどそれとても美味しくて4種類お好み焼き味とかいろいろあるけど私はみかんが一番タイプでしたね。好きな味でした。お好み焼き味、赤じそ味、あとみかん味、あともう一個チーズもあったけどしょっぱいとかいろいろ楽しめる感じでね。私は一押しはみかんのやつだった。そう、なんか最初の予定は先週末限定だったんだけどなんかね予定が変わったらしくて期間がいつまでか決まってないらしいので、だからもし広島に住んでない方も広島に来る機会あれば立町カヌレさんの SNS とかチェックしてぜひ行ってみてください。めちゃくちゃ美味しかったです。そもそもあのお店のカヌレがね、もともとさ好きだからさ間違いないんですよね。お、諦めてた？よかった、教えて。私はみかんが好きだったけど人によるのかもしれません。これソタロはねあのチーズがおすすめってずっと言ってくれてて、チーズが美味しいよって言ってたんだけど、パコはみかんが一番タイプだった。
全部好きだったけど。ぜひ。あ、そっか、マイカー公演の日もぜひ。マイカー公演のある会場から近いので、お店ぜひだ。お、日曜の夕方に帰ってた、すごい早い、ありがとうございます。全然パセリ関係してないけど全然パセリ考案とかしてないけど、ありがとうございます。たくさんの人にね、これでスティーのこと知ってもらえたらいいよね。カンヌレ好きの方とかにも知ってもらえる機会になるといいよね。カヌレ好き層を STU ファンにしましょう。そうだね、今月はマイカー公演、ひなさんの卒業コンサート、ドラさんのコンサートといろいろありますからね。ね、ドラさんコンサート見に行きます。沖前公園とドラさんコンサートは発表されてすぐに行きたいです、見に行きたいですって言ったから、絶対に見に行きます。みんなも、ラストドラさんだよ、ラストドラさん、寂しくなりますね。本当に本当にね、寂しいわ。ラスト見に行く？行こう、みんなで行こう、みんな仲良く行こうね。え、配信もあるかな、あるといいね、来れない方も。だって新年度だからね、忙しくて残念ながら行けません、行きたいけど行けないよって人もね、見れたらいいよね。ドラさん行きます、ドラさん行く人多いですね。ドラさんの見どころは絶対にソタロウが泣くと思うのでどのタイミングで泣いているか、もう鍵穴とかから泣いてる可能性がありますね。おお、マイカーも来てくれるな、マイカーもよろしく、マイカー夜公演います、お願いします。ねえ、本当にさ、これからどうなっていくんですか、マイカー。ちょっと6人公演なのに5人になる予定なんですけど、ちょっとどうなってしまうの？あ、分身するの？私が？いいよ、全然できるなら分身して消費カロリーだけ一人分にまとめてもらえたらありがたい。出てくれる？頼もしいな、頼もしいよ。じゃあ
美しい謎も覚えてください。あとフラストレーションも覚えてください。それで体力テスト。こんばんは。こんばんは。こんばんは。今カキカキタイムをさせていただいております。よいしょ。明日は、あ、明日恋ラジに出演するので、よかったらお便り、よくなくてもお便り送ってください。明日のテーマはじわじわ来ること。最近じわじわと来たエピソードを送ってください。緊張する。新しい曜日、ドキ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 すぎる。うわーん。今日あずみだったんですけどね、なんとね、パーソナルカラー診断をしたらしいの。めちゃくちゃ羨ましい。私もパーソナルカラー診断やってみたいってずっと思ってて、超羨ましい。明日もないかな、パーソナルカラー診断。いいな。そう、じわじわ来たこと。じわ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 っていうのはどういうことかっていうと、あの汗染みとかの話じゃないですよ。汗が染みてじわじわと広がっていきましたとか、そういうエピソードじゃなくて、あのその時はそんなおもろくなかったけど、後から考えたらじわじわ面白かったとか、なんかそういうことだから、よろしくお願いします。みんなの汗染みエピソードはいらないので、よろしくお願いいたします。うん、送ってください、ぜひ。もうどんどんさ、マイカーの番組、声ラジもずっとマイカーの番組って感じだったけど、どんどんマイカーの番組じゃが、瀬戸チャレもそうだけど、マイカーがなくなってきて、あーマイカーってマイカーマイカーってマイカー不足に陥っています。マイカーマイカー、じゃん、一粒の麦もしさん。ちょっと噛んだよね。一粒の麦もしさん、ありがとうございます。パワー、ありがとう。こちら、クマ、ウサギ、猫、犬、羊です。ありがとう、パワー。なんでここを赤だったのに青にしたかっていうと、なんかもうエビだったからです。配色がエビだったので青にしました。エビになっちゃうと思って。そう、動物増えちゃいました。ありがとう。クマと犬の違いがわからん。犬は耳が垂れとる。シナモンです。シナモンになっての犬です。ありがとうございます。じゃーん、じょんじょじょーん。
本当だ。待って、アバターがエビフライだった。たまたまです。偶然選んだ色がこれだった。エビのままで良かったかもしれない。エビフライだった。なんて偶然なの？ありがとうございます。じゃあインスタのお知らせ。ドキドキ。ドキドキ。タルタル。タルタルソース。タルタルソース、みんな具材が大きい方がいいですか？私は具材が大きい方がいいです。インスタグラム、インスタグラム、アットマーク、おさき、セリ。もう最近は沖さんのインスタ見たってめっちゃコメントで言われて、その度に見てませんって言ってたけど、今日からはそのマウントも聞かなくなりました。これからはみんなにマウントを取られずに生きていけます。やったね。あ、インスタフォローありがとうございます。ありがとう。教えてください、たくさんインスタの秘訣コツ。イエーイ、みんなにマウントを取られなくて済むぞ。なんかおしゃれな感じで書きたかったけど難しい。難しいな。はい、インスタグラム、おさきアンダーバーセリカで検索してください。おさきの S です。ん、おさきの差は S です。おさきの差は Z じゃなくて S です。よろしくお願いいたします。 S、よろしくお願いいたします。インスタ、今までね、他のメンバーが載せてくれたりしてもストーリーとかどんな風に載っているのか、撮りはしても写りがチェックできずにいたので、よかった、これでいっぱい見れちゃいます。いっぱい載せます、これまでのやつとか。わーい、ちっちゃすぎるか。この辺に貼り付けてほしい。この辺出てくるように小窓設定してほしい。ポンポンね、誰かここで持つ係してください。こうやって持っていてください。こんばんは。今日はお花見に行ったので、春なのでチューリップをつけていました。ネックレスチューリップ、チューリップマンだった。全然チューリップ見に行ったわけじゃないんだけど、桜を見に行ったんですけど、チューリップをつけていました。
OSAKI アンダーバー SERIKA です。よろしくお願いします。何卒お手柔らかに。オフショットオフショット難しいね。これからハローヤッホーどうも。今日は昼にさ配信したからなんか変な感じです。やぼーリコちゃんがよく言ってる。アイコン、インスタのアイコンは最初違うのにしてたんですよ。今日投稿した写真にしたり、 PR 舞台のあのムック本ヒストリーブックの写真にしたりとかしてたんだけど、もう何がいいか分かんなくなって、やばいやばいどうしようどうしようってフォルダ遡ってたら、ちょうど手が止まったところにあったあの衣装の写真にしたから、あれお正月公演の写真なんですよ。だから2024っていうのを撮ってて、2024っていうポーズの24ってやってるやつを撮ったか使っちゃったから、なんか24歳みたいなアピールしてるみたいになってるけど、全然26歳です。サバ読んでるわけじゃなくて、今年が2024年だよっていうそのお正月公演撮った写真を使ってるだけで、あのサバ読んでるわけじゃないから、みんな勘違いしないでください。もう何がいいか分かんない。じゃあみんなで決めましょう、何がいいか。何の写真がいいの本当に。もう分からない、分かりません。あ、待って、やっと1月から更新されていなかった私の iPad のカメラホルダーがやっと同期されたっぽい。でも何も映らない。残りの充電が 3% しかないから何も映りませんでした。今から決めようと思ったけど、アイコンむずい。何がいいの、何がいいんですか。これだっていうのがないんですよね。君に決めな。難しい。あ、でもこれいいかもしんない。これなんか好きかも。でもこれをくり抜こうとした、丸型にくり抜こうとしたらもうめっちゃ見切れるから、これ私の好きな画像です。好き写真です。高崎やこうオフショットで一番好きな写真、まあ、このパンちゃんが大好きすぎて、なんか覗いてるやつ大好き。でもこのパセリをこう使おうと思ったらパンちゃんが覗いてくるからの、今のアイコンこれです。これこの衣装は藪下風さんの衣装なんですけど、風地穂のユニットの、僕恋公演の風地穂ユニットの衣装でね、今年のお正月公演でゆきりかと一緒に来たので、リカちゃんセリカちゃんで来たのでね、お気に入り衣装なのだからこれにしてみたけども、24ってやってるのがサバ読んでる人にしか見えないから、ちょっと悩み中。
アーシャにしようかなと思った。アーシャかシングルの個人なんだっけ、個人ジャケ写、ソロジャケ写、ソロアーシャにするか、どうしようどうしようっていろいろ迷って24になりました。難しい。皆さんは SNS のアイコンをどうやって決めているのでしょうか。どういう基準で決めておられるのでしょうか。難しいですね。これでもいいけど、チョコモナカジャンボアピ、あ、でもこれもいいかな、これ。いやでもな、悩む。なんか写真はいっぱいあるけどこれだっていうのがよくわからん。服はあるけど着る服がないみたいな感じ。いや、これもいいなと思ったんですよね。けれども、アルバムが出るときにさ、とかアーシャが変わるタイミングとかで変えるのもありですよね。公式だよっていう感じでポンってね。悩んじゃう。そうよね。でも一体いつ変わるのか、きっとまだなので、まだなので変わるのは、まだまだなので。難しい。日替わり、浴衣もいいですね。浴衣、いや季節感、ちょっと季節感ダメかもね。決まりません。決まらんらん。インスタってヘッダーとかないからさ、アイコンがやっぱ目印じゃないですか。ちょっとまたいいやつ見つけたらそれに変更しようかな、変えようかな。なんかパセリってわかるやつがいいよね。ドレス姿、ドレス姿じゃん、高崎彩子。どこ出てきて、なんかね、こんな感じまばらに見えますか、こんな感じまばらに今同期されてて、見えるやつと見えない写真があって、伝わるこれ。めちゃくちゃまばらなの。あ、出てきた、バスツアーの日の写真。ドレス、全然自撮りがないんですよね、ドレスの日。これならある。髪の毛の前髪のスプレーを向けてくる尾崎さん、やだ、なんか自分が虫になった気持ちになる持ち方をされていて
やだちょっとゴキブリの気持ち。ちょっといいの見つけたらそれにしますね。探してみる。ちなみに iPad の待ち受けはもうずーっとアイコ、アイコとパセ、日暮らし、日暮らしにしてます。ずーっと、もう何年も変えてない。いいでしょ、うん、そう、スマホの待ち受けはスヌーピーにしてます。スヌーピーのユニバで買ったスヌーピーのキーホルダーのとクリスマスツリーの写真にしてます。可愛いやつにしてます。待ち受けもね結構悩むタイプだからもう変えないようにしてる。悩み始めたら違う違うってなるからもうね固定してます。冬から、冬まではみちゅさんの写真にしてました。おみちゅさんの写真だったけどなんかあれもいいこれもいいってなっちゃってアイドルの写真にしてると、あこれもかわいい、ああれもかわいいってなってもうキリがなくてぬいぐるみにしました。風景ね、お花とか。いやそうなんだよね、待ち受けやっぱシンプルが一番良かったりするよね。パちゃんの X のヘッダー、パの X のヘッダーは PR 舞台の TDC の写真にしてます。ずっとお気に入り、もう戻ることができないあの日々っていうテーマだけど私のアイドル人生を変えてくれたあの日々、今の私があるのはあの日々のおかげという写真にしております。やっぱ PR 舞台7人だよねっていう写真です。7人じゃないとダメだよねっていうヘッダーです。ちょっと内海を待ち受けにしてる。いいね、海とかもいいね、海、空、植物とか。大事、こだわり大事です。ちょっとパセさ、みんなと一緒に決めたかったんだけどさ、本当に3杯しかないんです。見えますか、ここほら 3%、 あ消えちゃった。 3% しか今もう充電ないから、またまた今度決めます。なんでいつも充電がないんだ本当に。お、福田さんがインスタストーリー上げてくれてるの、嘘、こういう時に使えないの不便だね。やっぱ2台持ちするしかないのですか。配信終わったらチェックしよう、チェックしちゃおう。なんかさ、いろんなフォロー難しくてどうしようって悩んだけど、みほと多分フォローしちゃいましたフォローしちゃった、へへへ。ゆきりんさんとか駒田さんもフォローしましたフォローしちゃったよ。あと指原さんもフォローした。メイクのコツとか見れるかなと思ってね、コスメブランドこう出されてるから
新作情報とか見れるかなと思ってフォローしてみました。これからどんどんフォローが増えていくと思います。今は STU メンバー、あの STU の公式プロフィールを見ながら名前順にフォローしてみました。うん、だから漏れはないと思うんだけど多分、うん、STU の公式とプロフィール見ながら名前順とやってみたよ。こんばんは。ほう、ね、SNS みんなどうしてるんだろう、どういうふうに住み分けているのだろう。メールの世界、 X の世界、インスタの世界、個人ファンクラブの世界とか、ね、グループのブログとかどうやってるんだろう。 TikTok あるメンバーとかはもっとどうしてるんだろう、気になる。分身できるのかな。今日は分身 A はカフェ、分身 B は何か風景を撮りに行ってみたいな。すごいみんな SNS が活発。パジャの投稿通知全部オンにしました。恥ずかしい、私が追消しとかしたら全部バレちゃう。キャー恥ずかしい、ありがとうございます。追消しは甘えってよく聞くからなるべく消さないようにしてるけど、どうしてももうここが気に食わないと思ったらこそっと消してこそっと再投稿しています。通知荒らしちゃってる。インスタストーリー気軽に、分かった、頑張ってみるよ。なんかフィルターみたいなやつをメンバーに、可愛いやつ教えてもらうね。顔にブツブツつくやつは、あの顔にブツブツつくやつは不評って知ってるからあのね、つける側としてはすっぴんでも撮れるからいいと思うんだけど、あの顔が好きな推しメンの顔が見えないから多分あれ不評なんですよね、きっと。だからちょっとあのなんかいい感じのフィルターを教えてもらいます、可愛いやつ。多分レッスン終わりとかやるときはあのブツブツがいい感じだと思いますよ。肌のあらを隠すんじゃない、ブツ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 。でも集合体恐怖症なので私は。どんなのあげようか。そんな人様にお見せする、お見せできる生活はしておりませんけれども、ちょっと頑張ってみます。今日はクッキーを焼いたんですけど、めちゃくちゃまずかった。なんか苦かったです。でも全部完食しましたよ。また頑張ります。でもメールではまずいとか書かなかった。なんかポジティブに書き書いたんですけど、なんか硬かったんですよ、まず。オートミールと水と蜂蜜とココアパウダーだけで、作ったから本当に焼くだけ、焼いて固めるって感じだったんですよ。そう試してみたのね、一応ね作ってみようと思って。だから今度はもっと米粉とか入れてちゃんと本格的に作ろうと思います。ちょっとね簡単そうなやつ挑戦したら、焼き時間がやっぱオーブンによって違うから、そのレシピ通りにやったらもうカチカチになっちゃって、顎がね、未だに、お昼に食べたんだけど、未だにちょっと、顎が疲れてるぐらい、あの、噛み応えがあって、あの、噛んだら、やっぱ、お腹、溜まるって言うじゃん。咀嚼をするといいって言うじゃないですか。30回噛むといいみたいな言うじゃないですか。だから、あの、満腹感は得られると思うし、顎も鍛えられるし、苦かったからちょっと甘いの苦手な方にもいいかなと思ってメールの方ではそう書きました。
だけどリピなしです。リピなしでした。ちょっとまた違うレシピでやってみようと思います。米粉とか入れてラカントとかなんかちゃんとね油系とか入れて。ほう、再チャレンジ頑張ります。リピなしって書いたけどちょっとなんかポジティブにしたくてピース2個つけといた。ピースピース、気まずい時はピースピースって言っとけばいいって井出かなうちゃんが言ってましたね。だから美味しくなくてもうまいって言いながら食べる自信はあります。本当ですか。じゃあ次は一緒に食べましょう。今日はパセは一人で、あー次回頑張らなきゃと思って食べたのでビターな味でした。難しいですね。ね、ヘルシーに行こうと思うと難しい。カカオ濃いめのチョコ好きなので食べてみたいです。本当ですか。本当？私のさ、あの私のなんか前回のスペイベでチョコ作りをした時、胃薬を飲んできましたとか言いました。だからあの一応胃薬を用意しといてください。うん、ちょっと一応ね、念のため何かあると良くないからねえ。使わなかったら使わなかったらいいから用意しとくだけしといてください。そう、美穂がフォローしてくれました。私が先にフォローしてたからびっくりしてた。アイドルからフォローされてるって言ってた。へへへ、リコチストーリーで遊んでる。嘘、見たい。何あげてるんだろう。でもリコちゃんの最初の投稿おしゃれだった。素敵投稿だった。リコちゃんとまたかき氷行きたいよ。かき氷たいよ。かき氷ったらまた載せます。あ、氷や雪帽子もフォローしなくちゃ。フォロー、 お餅フォローしました。みほお餅さんです。みほお餅誕生日さんです。何ストーリーで遊んでるって何？何してんの？気になるね。確かに公式かわからないのにフォロワーめっちゃあるアカウントとか。そうだよね、あるよね。でも安心してください、パセリ本物です。本物アカウント。あれ、さっき書いた紙がどっか行っちゃった。どっか消えた。あれ、あった。これ本物なのでフォローしてください。よろしく。神戸まで生パセリを我慢します。でも今月だ、今月末会いましょう。生パセリ苦そうや。生パセリ苦そうすぎる。わ、アミタさん、アミタさんタワーくれた。何タワー、ありがとうございます。タワー、今日はタワーをたくさんいただく。どうしてなの？びっくり、たまげた。
年取った、え、年取ってあったわ。お誕生日ハッピーバースデー、わーん。パセルのインスタと同じ誕生日になるってことやん。おめでとうございます。わーわー、そりゃおめでとうだ。ハッピーバースデー、誕生日だって。いいね、お誕生日。早く私も来てほしい、誕生日。まだかな、まだ半年以上あるやん。ちょっと待てないかも。待てないから来月2分の1誕生日会を開きましょう、皆さんね。誕生日が来てほしい理由は祝われたいからです。年は取りたくないです。もう年は取りたくないけれど、けれども、だけれども、祝われたいね。このね、これで書くとなんかお腹の音って思われそうで、ファセリ今日も空腹なのかって思いましたけど、あのこれです。犯人はファセリ、お腹は空いてるけどこんなにあの鳴らしてませんよ。お腹グー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 やってませんよ。思ってた、嘘。違うよ、違うんだよ、誤解だよ。でもお腹すいた。夜ご飯はまだ食べてないです。夜ご飯、今日もタイミングを逃しました。どうしよう、どうする。みんなはもう夜ご飯終わったの？終わり？今日はカレーです。何カレーですか？今キーマカレーが食べたいです。それか野菜がいっぱい入った夏野菜カレー。おでん？ラーメン？めっちゃいいやん。かき揚げ丼？カツ丼？ホイコーロー、カップ焼きそば、ねえ、いいな。私も明日は美味しいもの食べよ。明日声ラジ終わったらなんか食べよ。何食べよう、何がいいと思います。何がいいかな。ラーメン、ラーメン、ラーメン、ラーメン食べたいです。でもね、私が行きたいラーメン屋さんが15時とかまでなんですよ、いつもね。わー、夜に食べたいと思ってもう15時までだから悔しい。今日はね、むくめないって時は空いてるの、ちょうど通りすがる時、はあ、今日空いてるやんってなんだけど、もう困っちゃうよ。そう、ランチ営業のみなんだよ。そうなのよね。でも前に行ったことのあるラーメン屋さんもまた行きたくて、行きたくて行きたくて。私がまた行きたいラーメン屋さんは一面in立町と、あと楽次郎、楽次郎食べたいです。炭治郎じゃないよ、
生日おめでとう。そらジロー、木原さん、そらジロー、こんばんは。何系、あれ何系なんだろう、何系ですか。一面インタテモチはだし系。何系って言うんだろう。楽次郎は次郎系、次郎次郎次郎してない次郎系みたいな感じ。何次郎次郎でなんだ。そう、今日ソタローラーメン食べてたんですよ。そう、ずっと行きたかったお店なんだって。パセも行きたかった。お腹すいた。前にリンコとサーヤンと行った二郎系のラーメン屋さんはめちゃくちゃボリューミーでした。ボリューミーラーメンだった。一年行った時パセ両親にばったり会った。みんな言ってくれてるの嬉しい。顔見知りなの嬉しい。パセパセラーメン。ねえねえ、ちょっとね、私のお父さんの話していいですか。私のお父さんさ、全然関係ないお祝いの家族のグループラインにお祝いの誕生日おめでとうとか送るとありがとうっていうの、全然関係なくても。この前妹が誕生日だったんですよ。なんか私がおめでとうって送ったのね。そしたらありがとうって来て、で今日もいとこが入学式だったんよ、小学校の。でお母さんが誰々ちゃん入学式だったよって写真送ってくれたから、おめでとうって送ったら、今お父さんがありがとうって言ってん。やばい、いろんな人格を持ってるお父さん、全部を自分と捉えてる。いやでもこれくらいの気持ちがいいです。みんなレス自分にもらえたか分かんないから反応できませんって言うけど、こんぐらいのね、レスは全部自分だぐらいのね感じが一番ハッピーに生きれる。え、誰も突っ込んでないの。誰も突っ込んでない。私が突っ込むべきですか。なんて突っ込むべきなの。難しいよ。なんて突っ込んだらいいの。ほい、カキカキカキ。
こんばんは。今来た皆さんもこんばんは。今来てないけどずっと見てて皆さんもこんばんは。今カキカキタイムでした。すいません、お待たせしちゃって。ハッピーバースデーを書いたよ。ハッピーバースデーめでたいので金色にしました。アミタさん、タワーありがとうございます。ハッピーバースデー。じゃん、ボン。いろいろとアイドルさん情報を追うの大変かと思いますが、これからも体調に気をつけて素敵なおたかつライフを。いつもありがとう。もう自分の生活をね、大事にもしてほしいけど、おたかつも楽しんでほしいという気持ちが込められた文章となっております。いつもありがとうございます。ハッピーバースデー。4月10日、今日は何の日だったっけ。今日何だったっけ、今日何の日だったっけ。ねえねえ、なんかメールに書いたよね、あれ昨日か。それ今日は死ん、何の日だ今日。あ、仕入れの日でした。そうだ、今日は仕入れの日だそうです。あとね、なんか他にもいっぱいあったんですよ。いろんな日があったの。今日って語呂合わせめっちゃ、今日は何の日、今日はヨットの日、教科書の日、仕入れの日、新ラーメンの日。え、これ新ラーメンの日がもう由来が語呂合わせなんだけどね。新ラーメンはホットじゃないですか。ホット、辛い、ホットって言うじゃん。ホットだから4と4の4と10でホットっていうことで新ラーメンの日らしいです。なんだそれ。今日は新ラーメンの日だそうですよ。ぜひ夜食にぜひ。あとはシートの日、ブルーシートの日だって。白エビせんべいの日、酔い止めの日。おお、これは分かりやすい。酔い止め、4と10で酔い止め。ほうとうの日、フォートーってこと。お弁当始めの日、社長の日、フォトの日、フォントの日だって。めっちゃある、めちゃめちゃある。ちなみに明日は少ないです。明日は何の日かっていうと、しっかりいい朝食の日だそうです。明日4月11日はしっかりいい朝食の日なので、しっかりいい朝食をとってください。あとガッツポーズの日らしいです。これ去年か一昨年メールに書いた気がするな。ガッツポーズ、ガッツポーズが生まれた日なんだって。昭和49年の明日、ガッツポーズ、ガッツ石松さんのポーズ、ガッツポーズ。どうはし、あ、そうなの今日。瀬戸大橋、わー綺麗な景色見に行きたい、見に行きたいよ。夜景とか見てみたいですね。夜景、瀬戸大橋綺麗そう。ね、気づいたらめちゃくちゃ時間が過ぎてた。10時まで配信します。10時まで配信したら今日はおやすみなさいし、そうしよう。瀬戸大橋
ありがとう、今日も配信見てくれてありがとうございます。インスタのアイコンを決めなきゃ。配信が終わったらあかりんさんのインスタを見ること、あかりんさんの投稿を見てアイコンを探してお風呂頑張るです。今日のミッション、あ、そっか、もう今週末か、マイカー公演。そうだよね、今日水曜日だもん。あっという間じゃん。ちょっと立ち位置の確認をもう一度しとこ。なんて言ったって久々ですからね。なんて言ったって11月ぶり12、13、5ヶ月ぶりなので、もう一度改めて復習しときます。そう、生誕ぶりだ、ドキドキ。あ、アイコ、そっか、アイコの半身。そうなんです、アイコジと私ファンクラブ、個人ファンクラブ同じタイミングでできたけど、ちょうどその日アイコジスタジオの歌のライブがある日とかだったから、そうだ、記念すべき第1回目のイベントだね。え、本当だ。うん、オキさんとラストになります。オキさんラスト、あれ、マイカオキマイカラストです。どうしてラストなんですか？30歳までいるって。前回のマイカー公演で30歳までお互い頑張りましょうって言って、こうやって握手を、ファンの皆さんの前で握手をして、こうやって条約を結んだっていうのに、なぜかその次のマイカー公演の時にはもう卒業でした。あれ、おかしいな、あれは何だったの、ね、おかしい。あれれ、そうなんですよ。口約束だった、ちゃんと書類に書いてもらうべきだった。ちゃんと紙にハンコとかを押してもらうべきだったね、え、証拠を残さなきゃ。だって DMM のアーカイブも見れないから、証拠がもうない。はあ、はあ。次からちゃんと証拠を押さえときます。ちょっと MC とかで話せるタイミングがあったらそのクレームを入れよう。どうしてですか、なんでですか、約束をしたのに約束を守らないんですか、なんでですか。泣きわめいて迷惑後輩だ。あ、レコーダーで録音する、そうだね、録音大事だね。でも今って AI があるからさ、声のボイスメモがあっても証拠にならなく、ならなくなりそうで怖いね。AI の発達によりそういう嘘の証拠とかがさ作られちゃうと思った、怖いね。恐怖、 AI に支配される世界になっちゃう。やだー、こんばんは。私は時計をこまめに見ないと逃しちゃうので、時間を。まだ大丈夫、でもまだ大丈夫とか思ってたらやばいぐらい、あと10分ないぐらいだ、気をつけないと。
気をつけなきゃ。そうそう、でも終わり際になんか話したいことがいつも思い浮かんじゃうから危ない、ピンチ。どれも嘘見つけるやつ、なんだなんだ、嘘見つけるやつ、 AK ビンゴの正直将棋しか出てこない、なんだ、エンマ大王様みたいなやつ。あ、こいらでのお便りよろしくお願いいたします。マイカーの方もお便りお待ちしてます、よろしく。マイカー公演も送ってください、明日の声ラジもぜひ送ってください。もうとても緊張、ドキドキ、うん、あ、久々ラジオです、1ヶ月ぶりとかです。前回の収録の時に前回の収録時にも最後って知らずに木村彩子さんとお別れしてしまいまして、お世話になったお礼を言えぬまま、明日からは木曜日担当としてメンバーさんのお二人と牛尾さんと山口さんとお送りいたします、よろしくお願いします。いやー、あの何ヶ月か前に、何ヶ月か前にね、牛尾さんと奥さんがデートしてるとこに遭遇したんですよ。なんかそれ以来セレブリに会います、デートを目撃しちゃいました。なんか結婚記念日デートだったっぽくて、後から SNS 見たら、そう、その時ぶりにちょっとお会いするのでドキドキえ、55分終わる時間、本当だ、もう55分だ、終わろう。では壇上タイムに行きたいと思います、行くよ。13位レネさん、12位クワドリさん、11位しんいちさん、10位いっちゃん、9位しゅんさん、8位福ちゃん、7位 Z さん、6位和之進さん、5位ゆうたくん、3位 G2 さん、3位アミタさん、2位インスタおめでとうさん、1位一粒の麦もしさん、ありがとうございました。ありがとう、みんな見てくださってありがとうございました。また明日配信でお会いしましょう。明日はお昼配信ありません、明日は夜配信です、よろしくお願いいたします。それじゃあおやすみなさい、またね。